8、9、今年度法政大学軟式野球部主将を務めさせていただく高井秀俊です。キャプテンとしての心構えは後輩の手本となるよう練習での姿勢や行動を意識しています。個人としての意気込みは捕手として打線の中心として自分の結果に一喜一憂せずチームの勝利に貢献できるよう頑張りたいです。チームとしては去年一昨年とリーグ戦2位という結果で終わっているので今年こそは春秋連覇を達成できるようにしたいです。いつも練習でやっている通り分かると思うんですけどとても頼りないキャプテンですが一生懸命頑張るのでついてきてください。そしてリーグ戦で優勝して全員で喜びを分かち合いましょう。終わります。